柳田国男著日本の昔話より1猿の尾はなぜ短い昔の昔の大昔猿のしっぽは33キロあったそうですそれが熊のために騙されてあのような短い尻尾になってしまいました ある時猿は熊のうちへ訪ねて行って、どうすればたくさんの川の魚を取ることができるだろうかと相談しました。そうすると熊が言うには、今晩のような寒い晩にどこか深い淵の上のお岩に座って、その尻尾を水の中へつけておいてごらん。きっといろいろな雑魚が来てくっつくから。 しえてくれまサルは大喜びで教えてもらったとおりにして待っていますと夜が更けてゆくうちにだんだんと尻尾が重くなりましたそれは氷が張ってきたのでしたがおサルはザコが来てくっついたのだと思っていました「もうこれくらいとれたら十分だあんまり冷たいから帰りましょう」 と思ってしっぽを引き上げようとしたけれども何としても抜けません。これは大変だと大騒ぎをして無理に引っ張ったところがそのしっぽが根元からぷっつりと切れました。猿の顔の真っ赤なのもその時あまりに力を込めて引っ張ったためだと言っている人があります。 「二」「クラゲ骨なし」大昔竜宮の王様のおきさきがおさんの前になって猿の肝が食べてみたいという珍しい食後のみをなされました竜王はどうかしてその望みをかなえてやりたいものと家来の亀を呼んで何かよい考えはあるまいかと尋ねられました カメは知恵のあるもので、早速日本の島へ渡ってきて、ある海岸の山に遊んでいる猿を見つけました。猿さん、猿さん、竜宮へお客に行く気はないか大きな山もあり、ご馳走は何でもある。行くならば、僕が大手行ってあげる。と言って、大きな背中を出してみせました。 猿はうっかりとこの亀の口車に乗って、嬉しがって竜宮見物に出かけました。なるほど、かねて聞いていたよりも美しいお屋敷でありました。中のご門の口に立って、亀の案内してくれるのを待っていますと、門番のくらげが猿の顔を見て笑いました。ルさ,さんはなーんにも知らないな。 竜王様のおきさきがおさんの前でサルの肝が食べたいとおっしゃるのだ。それで君がお客に呼ばれてくることになったのに。と言いました。こいつは大変だと思いましたけれども、サルにも知恵があるので、何食わぬ顔をしていますと、やがて亀が出てきて、さあこちらへ。と言いました。 カメさん、僕はとんでもないことをした。こんなお天気模様なら持ってくるのだったが、うちの山の木に肝を引っ掛けて干しておいて忘れてきた。雨が降りだしたらぬれるだろうと思って心配だ。と言いました。なんだ、君は肝を置いて出てきたのか それじゃあもう一度取りに行くより他はあるまい。と、再び亀が背中に乗せて、元の海岸まで戻ってまいりました。そうすると猿は大急ぎで上陸して、一番高い木の頂上に登って、知らん顔をして方々を見ています。亀がびっくりして、猿くん、どうした というと、海中に山なし、身を離れて肝なし、と言って笑いました。これは、リ宮で門口に待っているうちに、あのおしゃべりのクラゲがしゃべったにそういないと、亀は帰ってきて竜王に訴えますと、けしからぬやつということで、皮は剥がれる、骨はみなぬかれる、 とうとう今のクラゲの姿になってしまったのは、まったくこのおしゃべりの罰だということであります。三、スズメとキツツキ。昔の昔、スズメとキツツキとは二人の姉妹であったそうです。親が病気でもう行けないという知らせの来たときに、 すずめはちょうどおはぐろをつけかけていましたがすぐにとんでいってかんびをしましたそれでいまでもほっぺたがよごれくちばしもうえの半分だけはまだしろいのでありますきつつきのほうはべにをつけおしろいをつけゆっくりおめかしをしてからでかけたので ついに大事な親の死に目に会うことができませんでした。だから鈴芽は姿は美しくないけれども、いつも人間の住むところに住んで、人間の食べる穀物を乳用なだけ食べることができるのに、キツツキはお化粧ばかりきれいでも、朝は早くから森の中を駆け歩いて、がっか、むっか、 木の皮をたたいて一日に,にやっと3匹の虫し,しか食べることができないのだそうですそうして夜になると木のうつろに入って「おわえ橋がやめるでや」と泣くのだそうです4鳩の高校。昔の昔 鳩は本当にねじけものでちっとも親の言うことを聞かぬ子であったそうです。親が山へ行けといえば田へ行き、田へ行けといえば畑へ出て働いていました。親が死ぬ時に静かな山に葬ってもらいたかったけれども、そう言うとまた反対のことをするだろうと思ってわざと 河へうずめてくれと頼んで死にました。ところが鳩は、親が死んでから、初めて親の言うことを聞かぬのは悪かったと心づきました。そうして、今度はその言いつけの通りに、河へ行って、親の墓をこしらえたのだそうであります。しかし、川の淵では、水が出るたびに墓が流れそうで、気がかりでたまりません。 それゆえに、今でも雨が降りそうになると、このことを考え出して悲しくなって、ととっぽっぽ、親が恋しい、と言って泣くのだそうであります。もう少し早くから、親の言うことを聞いておればよかったのであります。五、ほととぎすの兄弟。 昔しホトトギスには大変親切な良い弟があったのだそうです毎年5月になると山に行ってたくさんの山の芋を掘ってきて煮て一番おいしいところを兄さんに食べさせましたそれを兄の方ではまだ疑って弟がもっとうまい山の芋を 自分では食べているのだろうと思って、しまいには憎んで包丁を持ってきて、その優しい弟を殺したのだそうです。そうして弟の腹を割いてみると、中からあわたという筋ばかり多い芋が出てきました。これは悪いことをしてしまったと、後悔して悲しんでいるうちに、とうとう この鳥になってしまったのだそうです。だから今でも山の芋を掘る時節になると、泣いて方々を飛び回ります。よく聞いていると、あの声は、おとこいし、掘ってにてくわそう。おとこいし、芋掘ってくわそう。うと言って泣くのだそうであります。 6. ホトトギスとモズ昔々ホトトギスは靴を作る職人であったという話もありますモズという鳥はそのころは馬方であったそうですモズの馬方はホトトギスに頼んで毎度馬の靴を打ってもらってちっともその代金を払いませんでした それを覚えていて、いつまでもホトトギスは、靴の台はどうしたと泣くのだそうです。そうすると、モズは面目ないものだから、ホトトギスの出て泣く頃には、どこかへ隠れていて少しも顔を出しません。そうして、いろいろの小虫を木の小枝などに刺しておいて、ホトトギスの機嫌を取ろうとするのだそうです。 しかしまた、こんな話もありますから、どちらが本当だかよくはわかりません。昔、モズは酒が好きで、ホトトギスの金を預かって、ご仏壇の仏様を買ってくる約束をしておきながら、その金で酒を飲んでしまいました。それで、ホトトギスが毎年その時になると、本尊かけたか とモズはそう言われると困るものだからなるだけ黙って出てこないようにしているモズの顔の赤いのはお酒を飲んだからだといいますがことによると決まりが悪いからかもしれません七片足キャハン 昔、特房と,という鳥がおりました。よく実った麦畑で穂を食べていると、麦の伊賀が喉に刺さ,さって苦しみだしました。それを見た友達の鳥が大急ぎで親鳥に知らせに行きました。親鳥はちょうど働きに出かけるところで、キャハを吐きかけていましたが、この知らせを聞いて、 驚き、キャハンを片方だけつけたままで飛んでいきました。しかし、もう間に合わず、この鳥は死んでいました。それ以来、毎年麦の実る自分になると、親鳥は、特望、特望と言って、我が子を慕って鳴き回るようになりました。そしてこの鳥は、 今でも片方の足にだけ毛が生えているということであります。8ひばりの金貸し昔昔ひばりは金貸しであったといいます。お天道様に金を貸しましたがいつまでも返してもらえないので「全然くれ全くれ全くれ」全くれ ぜにくれっと泣きながら、お天道様へ借金の催促をしに、登っていきます。しかし、お天道様に照りつけられて熱くなるので、今度は、くれー、くれー、くれー、と泣いて降りてくるのだそうです。また、別のところでは、ひばりは宝じろに金を貸したとも言っています。ひばりは、 さあやれ、さあやれ。早くよこせと泣いて催促しますが。ほうじろは。ちんちん返しましょう。少しずつ返しましょう。と。答えているのだと。この地方の人々は話しています。九。かせかけみみず。昔。みみずと。がまが。 お互いに着物を作ってきようと相談したそうです。ミミズは私は美しい着物を着たいから細い糸で念入りに作りましょうと言いました。ガマはなるたけ早く作ってきたいから太い糸で作ろうと言って早速仕事に取りかかりました。ガマはそのとおり太い 粗い糸で無造作な着物をじきにこしらえてきました。一方ミミズは細いうつくしい糸で折ったので大変手間がかかりそのうちに糸がくしゃくしゃになって手のつけようがなくなりました。こまりきったミミズは糸をかせのままぐるぐると首のところに巻きつけてしまいました。 だからミミズには今でも首の周りに糸を巻きつけた跡が残っているのだそうです。またガマが未だに汚い様子をしているのもその時の粗末な着物を着たままだからというわけであります。十袋ク染め屋昔昔 フクロウは染め物屋で多くの鳥に頼まれて色々の衣装を染めてやるのが商売であったそうです。その頃カラスは大変なおしゃれでいつも真っ白い着物を着て飛び歩いていました。そのカラスがフクロウの染め屋へ来てどうか私の衣装をまたとないような色に染めてくれと注文しました。 フクロウはその注文を引き受けて真っ黒黒の墨のような色に染めこれが世界にまたとない色だと言いましたカラスは非常に腹を立てましたけれどももうどうすることもできませんでしたそれでもその恨みを忘れないでフクロウの顔さえ見れば怒っていじめます それゆえにフクロウは今でも森の奥に隠れてカラスの起きている間は決して外へ出てこぬばかりでなくたまにいるところをカラスに見つかるとひどい目に遭うのであります。11ミソサザイも鷹の仲間大昔 いろいろの鷹が集まって酒盛りをしているところへ、小さな味噌サザエがやってきて、僕も仲間に入れてください、と言ったそうです。鷹の同勢はこれを馬鹿にして、この仲間に入りたければ、イノシシを取ってくるがいい。イノシシを取ってきたら酒盛りに加えてやろう、と言いました。そうすると、 みそサザエはすぐに飛んでいって、やぶの中に寝ているイノシシの耳の中に飛び込みました。イノシシはびっくりして駆け出しましたが、小さなみそサザエが耳の中で暴れるので、苦しくてたまらぬから夢中になって狂い回り、とうとう岩の角に頭をぶつけて死んでしまいました。それで大いばりで帰ってきて、 鷹の仲間に入って酒盛りをしたそうであります。この時に熊鷹という大きな鷹が負け抜きになって飛び出していったところが、イノシシが2匹連れ立って走っていました。それをいっぺんに2つとも取ろうと思って、右と左との足を1匹ずつにかけたら、イノシシが両方へ逃げていこうとしたために、 翌日の熊高の股が裂けてしまったという話もあります十二タヌキとタニシ昔かタヌキがタニシを誘って二人で伊勢参りをしたそうです旅行もおしまいの日になってタニシがタヌキに向かって言い,いました どうだ、きくん。ただこうして歩いていてもつまらない。これから伊勢の大神宮様まで、二人でかけっくらをしてみようじゃないか。と言いました。きも賛成して支度をしていますと、谷氏は素早く貝の蓋を開いて、タヌキの尾の先にちゃんと食いつきました。だから少しも骨を折らずに、 タヌキと同じだけに飛んでいくことができました。いよいよ伊勢のおとりいのそばまで到着しますと、タヌキはうれしいものだから、太いしっぽを振りました。それが石垣の石にカチンとぶつかって、タニシの貝が半分壊れて、タニシは土の上へ転がり落ちました。ずるいタニシは見え坊なやつですから。 痛いのを我慢してこう言ったそうであります。おいたぬきくん遅いじゃないか。ぼくはさっきにここへ着いて今肩を脱いで休んでいるところだぜ。むかしむかしむじなとサルとカワウソの三人が つれだって、やひこまいりに出かけたことがあるそうです。その途中で、三人は拾い物をしました。その拾い物は、ござが一枚、塩が一かますと、豆が一生とでありました。これをどういうふうに分配したらよいか、なかなか相談がまとまらなかったそうです。そのうちにむじなは、 かしこいからこう言い,いました。猿さ,さんは、このご座を持って、山の木の上に登って広げて、方々を眺めたらいいじゃないか。カワウソさんは、この塩をどこかの魚のいそうな池へ持って行って撒いて、魚を浮かせて取ったらいいじゃないか。私は、残りの豆をもらって食べよう。と言いますと、 他の二人はうっかりと賛成してしまいました。猿は喜んで木の上へゴザを持っていって、それを敷いて見物をしようとしますと、すぐに滑ってしまって、猿も木から落ちました。そうして足をくじいてしまいました。カワウソは池を見つけて、一カマスの塩を打ち込み、 その後から水の中に入ってみますと、塩水が目に染みて真っ赤にただれてしまいました。これは飛んだものを背負い込んだ。全体無事ながずるいからいけない。と、二人で苦情を言いに、無事なのうちへ行きました。その間に無事なは、一生の豆をちゃんと食べてしまって、女房の無事なと二人で、 豆の皮を毛の間へ挟んでうなるマネをしていました。私たちも豆を食べたらおできがたくさんできて苦しい苦しいと言いました。猿と皮うそとはまた騙されて、それじゃあお互い様だから仕方がないと言って帰っていったそうです。 猿と猫とネズミ。むかしむかしあるところにじじとばばとがありました。ばばはせいだしてもめんをおるとそれをじじが風呂敷に入れてほうぼうの町を売り歩いていました。あるひじじはもめんを売りに出て 一人で山道を帰ってくると、はるか向こうの山の木に大きなメザルがいるのを、漁師が鉄砲を持って撃とうとしておりました。メザルは手を合わせてこらえてくれという様子をして拝んでおりました。かわいそうなことをすると思って止めに行きますと、思わず鉄砲が逸れて、じじは肩先を撃たれました。 漁師は飛んだことをしたと思って逃げてしまいました。そうするとどこからともなく多くの子猿が現れて一生懸命に介抱をしてくれました。そうして猿の家へ連れて行って大層なごちそうをしたそうです。ばあばが心配をしているからもう帰ると言いますと猿たちが お礼に宝物をくれました。これは猿の一文銭といって世にも大切な宝物ですが命の親様に差し上げます。これを祀っておくと金持ちになります。本当にお猿が言ったとおりでありました。家ではばばが年の暮れだというのに も綿めんも売らずにじじが帰ってきたので散々に怒りましたけれども猿の一文船のおかげでわずかな間に金持ちになりましたところが近所によくない人があって急にじじばばが金持ちになったわけを聞いて知らぬ間にその宝物を盗んでしまいましたじじとばばとはびっくりして ほうぼをたずねてみましたがどうしてもありかがしれません。そこでいえにかっているたまという猫をよんで「たまよサルのいちもんせんをみっかのうちにさがしだしてこい。さがしてきてくれたらごほうびだ。さがしださなければこれだ」といってひかるたんとうをぬいてみせました。 猫はこれを聞いてすぐに飛び出して一匹のネズミを捕まえて言って聞かせました。ネズミよ、うちのじじさまの宝物がなくなった。3日のうちに見つけてこい。見つけてくるならば助けてやる。もし見つけないと尻尾まで食べてしまうよ。と言い,いました。ね、ずみはたべらら、れるとたいへんだから 三日の間、近所の家々を回って、猿の一門船を探しました。そうしてしまいに、隣の悪者の家の箪笥の中にあるのを見つけて、引き出しをかじってそれを取り出し、持ってきてタマに渡しました。タマは喜んで、それを加えて、じじさまに渡しました。じじもばばも、猫のタマも、 ネズミもともどもに大喜びで皆が皆いつまでも繁盛しましためでたしめでたし十五猿とヒきとの持ち競争昔あるところの山の中で猿とヒきガエルが出会ったそうであります ちょうどお正月も近くなって、里ではそちこちに餅をつく威勢のいい稚の音がしていました。なんと引き丼、あの餅を一薄取ってきて食べる工夫はあるまいか。と猿が言いました。そこで山の中で相談を決めて、二人はそろそろと里に降りていきました。最初には、まず猿が、 庄屋様の瀬戸に来て隠れていると、後から引きが忍んできて、庭の潜水の中へドブーンと大きな音をさせて飛び込みました。餅をついている若い人たちは、その音を聞いて、これは大変だ。うちの坊ちゃんが池落ちたようだ。と言って、薄も餅も,もほったらかしておいて、残らず水のそばへかけてきました。 その隙に猿は、うまうまと餅の臼を抱えて、山の上まで運んできました。ひきもその後から、のそのそと戻ってきました。なんとひきどん、お前と二人でこの餅を分けて食うよりも、いっそのこと、臼のままで、ここから転がして、早く追いついた方が丸ごとを食うことにしてはどうか。 サルが言いましたヒキガエルは足がのろいから損だとは思いましたがそれでも承知をして「123」のかけ声とともにゴロゴロと餅の臼を谷底に突き落としました足の達者なサルはすぐにそのあとから飛んでおりますヒきは足が遅いので仕方なしに のたりのたりと山を下っていきますと、運の良いこともあったもので、餅はいつの間にかうすの中から抜け出して、道の旗の萩の枝にだらりと引っかかっていました。これはありがたしと、早速その餅のそばに座り込んで、ひきは一人でゆるゆると食べていました。そうすると、 スを追っかけて無駄足をした猿ががっかりしてまた登ってきました。「ひきドンひきドンこっちの方から先に食ってはどうかね」と見物をしていた猿が言い,いました。「なあにこりゃ俺の餅だ俺が好きな方から食おうよ」とひきガエルは答えました。 十六、古やの森。昔、雨の降る晩に、じじとばばとが眠ることができないで、二人で話をしていました。虎狼よりも怖いのは古やの森だと言っておりました。それを、表を通っていた虎狼という獣が立ち聞きして、 れではこの世の中には俺よりもまだ恐ろしい森というものがあると見える。これは油断がならぬ。と思っているとちょうどこの家に入ろうとした馬盗人が馬かと思って虎狼の背中に乗りました。これはたまらぬ。古屋の森につかまえられた。 虎狼は一惨に飛んで走りましたので、馬盗人はふるい落とされて、道端の唐い戸の中に落ちました。そこへ猿がやってきて、何しているかと尋ねますと、今、この穴の中に、古屋の森という化け物が隠れた。と、虎狼が答えました。そんな化け物はないだろう。 俺が検査してやろう。と言って出すぎものの猿は尻尾を殻井戸の中へ差し込んで探りました。穴の底の馬盗人がそれをしっかりとつかみました。猿もびっくりして強く尻尾を引こうとすると根元からぷツリと切れてしまいました。猿の尻尾の短くなったのは またこの時からだという説もあります十七ム婿入り昔々ある村のじじが一人で山旗に出て働いていました旗が広くてあんまり骨が折れるのでああ ルでもよいから来て助けてくれるなら、三人ある娘の一人は嫁にやるがなあと言い,いました。そうすると、猿が一匹ひょっくり出てきまして、せっせと畑仕事を手伝ってくれました。こいつは困った約束をしたわい。と思って、家に帰ってきて、 三人の娘と相談をすると、姉も二番目の娘も、猿のお嫁には行かれません、と言って怒りました。末の娘だけが優しい女で、お父さんが約束をなさったのなら、是非がないから私が行きましょう。嫁入りの支度には、亀を一つ、その中へ、 縫い針をたくさんに入れてください」と言い,いました。そうすると次の日の朝は猿がちゃんとむこさまの着物を着て約束の花嫁を迎えに来ました。嫁の荷物は亀と縫い針。これを猿のむこが背中に覆って仲良く話をしながら猿の住む山へ行きました。 山のふもとにはふかい谷川がながれていてほそい一本橋がかかっていました。その橋をわたろうとするときに猿のむこさまがはなしかけました。おとこのこがうまれたならなんというなをつけよう。猿ルどののこだから猿沢ざわとつけましょう。おんなのこができたら なんと名をつけよう。この谷には藤の花がきれいだから、お藤とつけましょう。そう言って渡っていくうちに、一本橋が細いので、ちょっと手が触ると、猿の婿は川へ落ちました。そうして、縫い針を入れた亀を背負ったままで、水に流されていきました。その時に、 猿の婿が泣きながらこんな歌を詠んだということで、今でもその文句が残っています。猿沢や、猿沢や、お藤の母が泣くぞ、かわいや。18、わしの卵。昔、ある村に、 年取った百姓があって、美しい一人の娘を持っていました。田植えの頃に縄代を見回っていると、蛇が小さなカエルを追いかけて縄代を荒らしております。蛇よ、そう追うな。俺の一人娘をお前にやるから。と言いますと、蛇は追うのをやめておとなしく帰って行きました。 そうしてその晩から立派な若い婿が娘のところへ夜遅く来て朝早く帰るようになりました。それがどういう人かよくわからぬのでじじは気にかけていましたがある日家の前を一人の見たことのない駅舎が通っていくのでそれを呼び込んで占いをしてもらいました。その駅舎が言うには この娘は、ただの人間でないものを婿にとって、人間でないものの子を持っているから、近いうちに死ぬかもしれない。けれども助かる方法がたった一つある。裏の山の大木の上に、わしが巣をかけて、今卵を三つ産んでいる。 あれを婿殿に頼んで取ってきてもらって食べさせてみたらよかろう。と言い,いました。そこで、その晩に来た婿に、わしの卵が食べたいという話をしますと、快く承知をして取りに登ってくれましたが、その時はちゃんと蛇の姿をしていたそうであります。そうして、 二つの卵を口にくわえてきて、三つ目を取りに登ったときに、わしの親はその大蛇をつついて殺してしまいました。じじは家に帰ってみると、昨日の駅舎がまた来ていて、この話を聞いて、それではもう娘さんは助かった。この後では三月三日の節句に、 酒の中へ桃の花を浮かせてお飲ませなさい。そうすればいよいよ丈夫になります。私はあなたに命を助けられた小さなカエルのご恩返し。と言ってぴょんぴょんとどこかへ飛んで行きました。それから後は三月の三日に 人が桃の酒を飲むようになったのだそうであります。はるののみから。むかしむかしあるところに貧乏なひとりのじじがすんでいました。まいにちまいにちはたらいてやっとくらしをたてていました。きょうはうずきのようかだから。 一日だけうちでゆっくりと休もうと思っていますと、また用ができて、外へ行かなければならぬことになりました。せっかく買っておいた一升の酒を、得意のままでぶら下げて、途中ででも飲もうと思って、一人で出かけました。晴れ晴れとした良い天気で、野にも山にもいろいろの花が咲き誇っているのでありました。 広い野原にさしかかって、天気はよし、疲れもしたので、このへんでいっぱいやろうと思って、よいくらいの石に腰をかけますと、足元にひとつの骸骨が転がっていました。これはこれは、どういう人の骨だか知らないが、ちょうどよいところだ。俺はひとりで飲むのは嫌いだ。 お前さんも一つ飲んで、この景色を見ながら、一緒に楽しみましょう。と言って、酒好きになみなみと一杯継いだ酒を、その骸骨に注ぎかけたそうです。そうして面白く歌などを歌って、ややしばらく遊んでから、そこを立って出かけました。ところが、このじじが用を済ませて、 その日のたそがれ時に同じのを通って帰ってくると、後から、じじさま、ちょっと待って、と呼ぶ声がしました。振り返ってみると、十七八の美しい姉様であったそうです。今日はお前さんのおかげで、本当に嬉しい思いをしました。そのお礼を言いたいために、 帰ってこられるのを待っていました。私は三年前のこの月の二十八日に、この野原を通っていて、急病で死んだ娘であります。親たちは今にあちらこちらを探していますが、縁が薄くてまだ見つけてくれず、昨日まではまことに寂しく暮らしていました。 28日の法事の日には何を置いてもぜひもう一度ここへ来て私と一緒に親の家へ行ってくださいと言ったそうですいよいよその28日になってジジは約束だから朝のうちに野原に来てみますと美しい娘が出て待っていました それから連れ立って、野の隣の村に入っていきました。娘の家というのは大きな構えの屋敷で、村の人が大勢日の法事のために寄り合っておりました。俺にはとてもこの中へは入れない。と、じじが言うと、それなら私の着物に取り付いて入ればよい。 と言って、二人とも誰にも見つけられず、スルスルとうちの中に入って、仏壇の前に座りました。座敷には本膳が出て、お吸い物も酒もありました。好きな酒ですから、娘がすすめるままに、じいさまは酒を飲み、好きな魚をいろいろととって食べました。 座敷にいる坊様や親類の客人は知らぬうちに自分の禅のものも酒もなくなるので不思議だ不思議だと話し合っておりました。そのうちにお膳を下げる段になって一人の小さな女中が皿を落として書きました。家の主人は大事の皿をとんでもないことをしたとひどく小言を言いました。 幽霊の娘はそれを見て、じいさまに向かってささやきました。私はああいうところを見るのが嫌だから、もう帰ります、と言いました。じじは、そんなら俺も行く、と言うと、お前さんはまあいいからここにいてください、と言って、 一人でどこかへ行ってしまいました。娘が出て行ってしまうと、すぐにじいさまの姿が皆に見えてきました。お前は何者だどこから来たかどうしてこの座敷へ来ていたかと尋ねられました。もう隠すことはできないので、今までのことを残らず話して聞かせますと、 親類一同の者はびっくりし、主人夫婦は泣きました。それでは、早速娘のいる野原へ、私たちを案内してください。頼む、頼む、と言われました。それで、じじが先に立ち、親たち一族、寺の和尚までが打ち揃うて、骨を迎えに行った。 もう一度葬式を営みました爺様も貧乏な手間仕事などをやめてこの家の人たちから情けをかけられ一生安楽に暮らすことができたそうです二十金の斧銀の斧昔昔あるところに 正直な木こりがいて、毎日毎日山の中で木を切って働いておりました。ある日、池のそばの森で仕事をしていたとき、あんまり力を入れて振り上げたので、斧が池の中へ落ちてしまいました。大切な道具をなくしては働けないので、どうしたらよかろうかと困っていますと。 水の中から真っ白いひげのおじいさんが出てきて何を考え込んでいるのかと尋ねるのですそこできこりは池へ斧を落とした話をするとそんなら拾ってきてやろうと言って水の中に沈んでいきましたしばらくたって出てきた時には美しい金の斧を持っております そして、お前の落としたのはこれかと聞くので、それではないと言うと、また水の中に沈んで、今度は銀の斧を持ってきました。きこりは、私の落としたのはそんな立派な斧ではありません。ただの鉄の斧です。と言うと、おじいさんはまた、 水の中へ入っていきましたが、今度は鉄の斧を持ってきて、これかと言ってきこりに返してくれました。きこりも、それだそれだと喜んで、お礼を言って受け取りました。すると、おじいさんのつくづく言いますには、お前は本当に正直者だ。その褒美に金の斧も銀の斧も、 お前にやろう。と言って、きこりにくれました。なくしたおのを返してもらった上に、立派な金銀のおのをもらったのですから、きこりはうれしくてたまりません。つい黙っていられなくて、隣の悪いじいさんに、このことを話してしまいました。すると、じいさんは、 一つ自分ももらってこようと森に出かけてゆきわざと池の中へ斧を落としました話に聞いていた通りのおじいさんが水の中から出てきて拾ってきてやろうと水の中に沈みましたがまもなく美しい金の斧を持って出てきましたお前の落としたのはこれか と聞かれると欲の深いじいさんは飛びつくように「うんそれだ」と答えましたすると白ひげのおじいさんは腹を立てて「お前のような嘘つきには金の斧も銀の斧も鉄の斧もやらん」と言ってそのまま水の中に沈んでしまった霧 再び出てきませんでした。